去る2019年12月4日、アフガニスタン東部で支援活動を行っている NGO ペシャワール会現地代表の中村哲医師たちが乗った車が何者かに襲撃され、中村さんと運転手、ボディーガード4名が命を落としました。2020年1月25日、福岡県西南学院大学チャペルにてペシャワール会の臨時総会と中村哲医師お別れ会が開かれました。全国からおよそ5000人が参列しました。ペシャワール会は1983年、中村さんの活動支援のために発足しました。支援を受けて1984年、中村さんはパキスタン北西部ペシャワールの病院にキリスト教団体派遣医師として赴任しました。発足以降、隣国アフガニスタンでの診療所の開設、大干ばつ発生を受けての灌漑事業など支援活動を続けてきました。臨時総会では銃撃事件の詳細とこれからのペシャワール会について説明されました。すでにペシャワール会のホームページなどで報告されているように、同会の村上勝会長が PMS 事業を引き継ぎ、中村先生が実践してきた事業はすべて継続し、中村先生が望んだ希望はすべて引き継ぐと報告されました。 PMS とはピースジャパンメディカルサービスのことで、アフガニスタンで診療所、農業事業、灌漑事業、訓練所での PMS 方式取水技術の普及活動を行っています。現地事業は再開をしております。当然中村先生が中心になって動いていたといっても、やっぱりチーム仲間というのが PMS でして、 PMS 全体が事業をしていたわけですから、この事業はこれからも継続はできると思います。質疑応答が行われ、ペシャワール会の名前に中村先生の名前を入れたらどうかという意見も出ました。中村先生自身がやっぱり中村という名前ではなくて PMS にしなさいという指示を出されました。ペシャワール会という名前に中村先生自身が愛着を持っていたので、これを継続させたいと思います。どうしようと迷った時に、とりあえずやっぱり中村先生の前に考えていたことがいろんな形で残っています。そことの会話でやってるんです。いるんですよ、中村先生。それを共有して、お別れ会は黙祷から始まりました。その後、ペシャワール会の村上勝会長、駐日アフガニスタン特命全権大使バシール・モハバット氏、 JICA 北岡真一理事長、遺族の長男健さんと長女明子さんが挨拶をしました。彼は私のヒーローである、エンジェルです。私の心が中村先生を消えることはありません。とても尊敬しています。素晴らしい人間として愛しています。たくさんの方からの深いご変化については、いつも熱心に家族に話してくれたのをよく覚えています。口で立派なことばっかり言わぬ行動で示せという言葉は、私の人生においては、今では大切な、最後に中村さんの著書からいくつかの言葉が朗読されました。天共にあり、砂漠の奇跡、静かに広がる緑の大地は物言わずとも無限の恵みを語る、平和とは概念ではなく実体である、主は我が牧者なり、喧嘩の時チャペル内は長蛇の列となり、急遽チャペルの外にも献花台が設置されました。参列した一人一人が中村さんたちのことを忍び祈りを捧げました。次回はクリスチャンである中村さんにフォーカスします。